ようございます、プロデューサー、今日は特別ゲストの元気ガラドルの八葉桃花さんに来ていただきました。これから私元気アイドルと元気グラドルのすっぴんからメイク工程を見せていきたいと思います。皆さん参考にしてくださると嬉しいです。あの参考にならない P さんたちは、あ、こんな感じで毎日メイクしてるんだなっていうのを見守っていただけたら嬉しいです。はい、なんかメイクの差し入れとかしたいの人とかに、うん、はい、それではメイクしていきましょう。イエーイ。それでは今すっぴんの状態なのでここからメイクしていきたいと思います。お願いします。ベースだけしてお粉をこれからつけていきます。これがアイメイクなんです。マックのハイライトです。あ、一緒だ、同じお揃いと付属のブラシでつけていきます。それは違うんだよ、私これ。あ、細い。平べったい。私なんだっけこれ。トリプル M。スキンユーザーってやつで、なんか、ほうれん線が目立たなくなるらしい。YouTube 動画で見て。この間買ったマキアージュのファンデーション、リキッドファンデーション。ね、うむかの眉毛を描いていきます。私は猫出してるんで、眉毛は。綺麗に描くの。もともとこれ生えてるんで、これに沿って描くだけです。これすごいいい色なんですよ。あ、3色なの。そうなの、これブルベ向きなの。リングは私はこれなんだろう、セザンヌ、セザンヌ、セザンヌです私は。で、この眉頭をぼかしながらなじませる。資生堂のお粉を塗って、夏場テカっちゃうんで、上から順に。綺麗だね。綺麗ですよねこれ。上から順に塗ってきます。こちらの黒いやつで、お互いのさ、メイク見ながらさ、コメントしていくと倍かかるね。確かに倍かかるね。さっきマリアちゃんも塗ってたハイライト、涙袋で濃いとちょっと二重線が濃く見えるよね。そうなんですよ。私はこの黄色のキラキラをまぶたにつなげて、この残りのキラキラで上をなじませて塗ります。あ、で残ったのでこうやって、そうするとちょうどいいキラキラ、ブレライナー、もうあとマスカラ塗って終わりだ。お、涙袋の影描いて、二重のラインを。中野美穂ちゃんおすすめ。こんなにしか言ってない。涙袋で、こうやって、手を立てて、こちらで起こす。で、アイラインです。ラブライナー。みんな大好きラブライナーです。みんな大好きなの。これめっちゃやっぱ描きやすいんですよ。私ケイトしか、お気に入りのずっと使ってるリップ、リンメルの、めっちゃ使ってるかも。結構ピンク系だね。そう、青みピンクでめっちゃ可愛い色なんですよ。赤じゃないの。そうなんですよ。で、これを持って顔は、めっちゃさ、すごい濃いの。主にアイシャドウだけ。アイシャドウ濃い。つばさん全然すっぴんと変わらない。可愛い。結構でも多分見た人はびっくりしたんじゃないかな、思ったより乗ってるって。え、本当ですか。全然下地だけで3種類やってる。あ、すごい、ご丁寧。はい、ありがとうございます。最後まで見ていただきありがとうございました。それではありがとうございます。せーの、お疲れ様でした。プロデューサー、初めて言ったかも。